さっきのソムニウム。ええ、モニタリングしてたから知ってるわ。正体不明の人影がイリスを刺し殺そうとした。それを伊達さんと相棒が。あの人影は瀬島自身である可能性が高いわね。彼が客観的に認識している自身の像、それを伊達さんの自我アルゴリズムが処理した結果、あの姿として現れたものと考えられます。何をごちゃごちゃと話してる。用が済んだならさっさと解放してくれ。だから知らんと言ってるだろうが。そんなはずはない。俺はあんたの夢の中でイリスを見たんだ。人は記憶にないものを夢で見ることはない。何の話をしてる。さっぱりわからんな。そういえばまだ聞いてないことがあったな。2日前の午後9時過ぎ、お前は名波翔子に電話をかけたと。なぜ電話を。プライベートなことだ。お前に話す必要はない。2日前の午後5時頃、お前はどこで何を。麻布の自宅で本を読んでいた。家政婦やボディーガードに聞いてみるといい。嘘ではないと証言してくれるだろう。確かにボディーガードの証言とは一致する。だがあいつは身内みたいなものだ。口裏を合わせることならいくらでも。違う。この後に及んでまだとぼけるつもりか。だったらどうしてイリスが刺されたことを。聞いたんだよ。何？ここに来る途中でそこにいる女からナイフか何かで背中を刺された死体が発見されたとね。え、私？私のこと？そうだ。ああ、そういえば言ったかもしれないわね。伊達君から背中に複数の創傷痕って聞いてたから。ボス、なんだよこれ。で分からなくなったな。もしかしたら本当に瀬島はイリスの死体を見ていないのかもしれない。いや、そんなわけがない。瀬島は確かに倉庫から。だからといって死体を見たということにはならないだろ。ソムニウム内で得られた情報は証拠にはならない。それにそもそもあの人影が瀬島だって確証もないわけだし。だがさっきボスは瀬島だと。可能性が高い。また私のことを話しているな。全て聞こえているぞ。それがまだ何の報告もないのよね。だいぶ前に現場にはついてるはずなんだけど。それにしても沖浦水産冷凍倉庫って。ああ、そうなんだ。相棒、あの沖浦と関係してるかどうか。わかった。そこのモニターでしっかりと見てたわ。謎の人影に刺し殺されそうになったイリスを相棒が救った。相棒と伊達くんは一心同体みたいなものだから、あなたが救ったとも言えるわね。でもソムニウムで起こったことの全ては架空の出来事に過ぎないのよ。夢でイリスを助けても彼女は生き返ったりはしない。残念だけど。
シンクの対象者がある人物や物体をあやふやなものとして記憶している場合、それは夢の中で明確な形を伴わず、たとえそれが夢の当事者である本シンカーはソムニウムの出来事を三人称視点で見るという夢の当事者自身が姿を現すのはそのためだと。もしかしたら彼は客観的な自分の姿をイメージできていないのかもしれません。鏡とか自分が写ってる写真とか、出演しているテレビ番組もあまり見たことがないのかも。政治家にしては珍しいタイプですけどね。でもいないことはありません。むしろ自分自身を客観視しないことで、どの口がみたいなことでも平然と言ってのけることができる。これはある意味強力ですよ。自分のことを棚に上げて神の視点から物が言えるわけですから、ある種のカリスマ性を持った人にはこういうタイプは少なくありません。彼は客観的な自己像を持っていない。だとしたら、自分の姿があんな風に曖昧な形で現れたとしても、要するにあの人影はやっぱり、僕はそう思いますけどね。人間の脳には大きく分けて2種類の要素が詰め込まれています。一つは記憶、もう一つはアルゴリズムを構成する仕組みです。前者の方はいいとして、問題は後者の方。これは入力されたある情報から出力結果を導き出すための手順。まあそう言ってもさっぱりわからないと思うので、 PC で例えてみましょう。記憶というのはハードディスクに保存されたデータのことで、アルゴリズムというのはプログラムに書き込まれた内容のことです。このプログラムには原始的なものから高等なものまで様々なコードが記載されています。このうち意識現象を生み出す機構のことを、我々研究者は自我アルゴリズムと呼んでいるのです。シンクシステムではシンカーの自我のみが対象者のソムニウム内に潜ります。潜在意識の底へと落ちていく。この時シンカーの記憶データは元の脳内に取り残されたままです。卵で例えると、自我という黄身だけが対象者の脳内に入り、記憶である白身の部分は殻の中に残ったままということになります。したがってシンカーは自我のみの存在として対象者のソムニウムを経験することになるのです。まあ厳密に言うと完全に自我だけってわけでもないんですけどね。シンクの際は若干の記憶データも付随して注ぎ込まれることになります。生卵から黄身だけを抜き取ろうと思っても、必ず少しは周りの白身がついてきてしまう。それと同じことです。ああ、難しく考える必要はありません。自我アルゴリズムとは要するに自我自体と考えてもらって結構。認識の主体、意識そのものだと。これまで人間の自我が脳内のどこにあるのかなんて絶対に分かりっこないと思われていました。ところがウジャトシステムの登場によって、この常識は覆されることに。ウジャトシステムとは、私にも搭載されている AI の基幹プログラムのことだ。これを用いることで人間の脳内にある神経回路の地図、意識現象に関わっている特定の回路を突き止めることに成功。はいえ、我々人類には未だに理解不能なんですけどね。あまりにも複雑すぎて。ですが理解はできなくても利用はできます。電磁波の正体がわからなくても誰でも電子レンジが使えるように。我々はウジャトの解析結果からシンカーの自我データを抽出。これを対象者の脳内に送り込むことで、伊達、捜査班から連絡が。アビスの伊達だ。どうした？すみません、一つ確認させていただきたいことがあるの。なんだ？死体を発見されたのは江東区有明4丁目沖浦水産冷凍倉庫で間違いないですか？ああ、確かにそこだが。そうですか。何かあったのか？いえ、それがそのないんですよ。ない？倉庫内を隅々まで調べてみたんですがね、死体なんてものはどこにも。
バカな、どうして。倉庫内はくまなく調べてみました。ですが、伊達、疑うわけではないが、本当。ああ、間違いない。俺は確かに見たんだ。この右目でイリスの死体を。だとしたら誰かが持ち去ったのかもしれない。捜査班が到着する前に。いや、もう一つ可能性が。可能性？イリス、ちょっとどういうつもり。チャイムも鳴らさずにいきなり入ってくるなんて。ああ、瑞希ちゃん、今晩うちにお泊まりすることに。 WTF。 あの、どうかしました？歴史が変わった。俺と相棒は昨日のシンクでイリスを助けた。イリスは殺されなかったんだ。夢の中ではな。もしかしたら夢が現実を変えたのかも。バカな。だってそう考えるしかないだろ。イリスは生き返ったんだ。ま、伊達君と相棒はソムニウム世界でイリスを救った。それによって現実世界の歴史が改変された。確かにありえない話じゃないわね。ボス、昨日と言ってることが。昨日は昨日、今日は今日よ。女って生き物は月の満ち欠けによって人格が変わるの。暴論だな。とにかく私は伊達君を信じるわ。最も信頼のおける部下だもの。不思議なこともあるものね。2日前、伊達君は瑞希のソムニウムで凍りついたイリスの死体を見た。今思えば確かにあれは予知夢だったのかも。ボス、世の中にはね、科学では説明できないことがたくさんあるのよ。瀬島は怪しさ満載、おかしさ全開なのよね。瀬島の怪しさポイントその1。3日前、瀬島は七海翔子のスマホに電話をかけた。具体的な理由は不明。ただプライベートなことだとしか教えてはくれなかった。その2、瀬島は昨夜沖浦水産冷凍倉庫を訪れている。ところがこの件については完全に黙秘。何か知られては困る事情があるみたいだ。その3、瀬島のソムニウムにはイリスがいた。人は記憶にないものを夢に見ることはない。にもかかわらず瀬島はイリスのことを知らないと言い張った。夕べ家に返したわ。返した？だってしょうがないでしょ。証拠もないのに交流なんてできないもの。そもそもイリスの件については事件そのものが発生してないし。いずれにせよ瀬島からはもう一度話を聞くべきかもしれんな。椅子って感じ。分解すると
くしききのこになるじゃない。くしききのこ、なんだか男性のあれみたいね。お前は下ネタしか言えんのか。伊達くん、あのマトリョーシカと相棒、どっちが可愛いと思う？それはもちろん前者だ。お前の内臓をくり抜いてマトリョーシカにしてやろうか。ああ、伊達くんもそのラジコンみたいに思い通りに操縦できたらいいのにな。そしたら伊達くんにあんなことやこんなこともさせられるのに。私前からずっと気になってたのよね。伊達くんのボールとサッカーボール、大きいのはどっちなのかな。サッカーボールに決まってんだろ。ただ伊達のバターか。は？伊達くんとコーヒーって似てるわよね。どっちも真っ黒でしょ。俺の腹のことを言ってるのか。うん、それよりも下のこと。腹よりも下ってことは足の爪のことか。確かに赤が詰まって真っ黒だもんな。かぼちゃのお面をかぼっちゃおう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーの歌って昔は著作権に引っかかっちゃうから歌えなかったのよね。でも今はパブリックドメインになったから、こうしてのびのびと歌うことができるの。なんて素晴らしいのかしら。今のダーツマシンってたくさん空いてる穴にダーツの先端を突き刺すようになってるじゃない。なんとなく卑猥よね。どこが卑猥なんだ。お前は知らなくていい。小学生の頃、あの三角定規を使って銃撃戦ごっこみたいなのしなかった？知ってるだろう。俺には6年前よりも過去の記憶はないんだ。ねえ伊達くん、スキー行こう。なんだよ突然。ダメ？ダメに決まってんだろ。じゃあスキー行この逆。そんなこと私が絶対許さないからな。冗談に決まってるでしょ。何焼いてんのよ。メリクリー。まだ11。それは験担ぎみたいなもんよ。アビスのシンカーがちゃんと浮かんでこられるようにって。おじいちゃん、返事をしてよ。おじいちゃん。そこにいる全員と毎晩一緒に寝てるの。ふかふかして気持ちいいのよね。抱き枕の花。3日前の夜、瑞希がブルームパークに行ったのは沖浦の携帯から発信されたナイルを受け取ったためだ。このことから考えられる可能性は3つ。1、沖浦は翔子を殺した犯人または共犯である。2、沖浦は犯人に脅迫され瑞希を現場に誘い出した。3、何らかの方法で沖浦の携帯を入手した犯人が瑞希にナイルを送った。いずれの場合も動機は不明。
沖浦から話を聞かないことには何とも。沖浦のやつ一体どこに。バカバカしい。そんなことあるわけがない。夢は想像の産物だ。頭の中の出来事が現実の歴史を書き換えるなんて高等無形も甚だしい。だったら何か、夢の中で100万拾ったら口座の残高が一桁増えるとでも。夢の中で宇宙人が攻めてきたら実際に UFO の大群が押し寄せてくるとでも言うのか。だが俺は確かに冷凍倉庫で。おそらく幻覚でも見たんだろう。お前は水木のソムニウムで凍りついたイリスの死体を目の当たりにした。そのことが心の底に引っかかっていて、もしどうしても気になるならイリスから詳しく話を聞いたらどうだ。昨夜のお前は放心状態でほとんど口も聞いてなかったからな。調べてみた。あの冷凍倉庫はその名の沖浦水産沖浦レンジ。いや、昨日マーブルのママにママのところに行って、あとはイリスの母親、彼女沖浦の同級生なの、相棒から聞いたわ。携帯の電源は GPS の信号から彼女は今レムニスケートにいるようだ。あの冷凍倉庫、もしかしたらイリス復活に関する謎が解けるかもしれないしな。会うべき人物は4人。瀬島、イリス、瞳、ママ。それからもう一度冷凍倉庫も調べておきたいし。目的地が多いな。とにかく行動開始だ。瀬島については確かにうさんくさい。ボスは怪しさポイントを3つ挙げていたが、私もそれらについてもおおむね同意だ。そこで瀬島が所有している携帯の通話履歴を調べてみた。本人名義のものと偽名で登録されている例のレンタルスマホについて。何か分かったのか。いや、何も。なんだよ。まあ待て、最後まで聞いてくれ。そこで次に瀬島の秘書の携帯について探ってみた。すると一件だけ妙な着信履歴が。電話があったのは1週間ほど前のことになる。発信元は府中刑務所、かけてきたのは受刑者で。それって、ああ、おそらくそうだろう。捜査本部にかけてきた。俺は七海翔。それが分かる。戸籍に登録する外国人の可能性。ただ日本語を流暢に。殺人が複数の人間を殺し収監された。6年、不明だ。瀬島に聞いて。89号は、ああ、本当かどうかは分かった。事件ともつなが、皆目見当も。正直言って一言で言うと、裏社会の人間から。そっちの世界ではある。そう、89号か。府中刑務所に行ってみるか。いや、時間が惜しい。ボスに連絡して89号をアビスに連れてくるよう頼んでくれ。わかった。
あの冷凍倉庫、死体はなかったそうじゃないか。もう私によ、黙秘すると言った。どうして結局あの倉庫には何もなかったんだ。理由を隠す必要なんてな。どうやら答えるつもりはないみたいだな。しつこいなお前も。翔子に電話して何を聞こうと思った。プライベートなことって何なんだ。そもそも翔子とはどんなつながりが。令状を持ってきたら教えてやろう。89号、誰だ。府中刑務所で服役中の受刑者だ。コードネームはファルコ。暗殺業を生業としていたらしい。そんな奴がこの日本にいたとは驚きだ。で、そいつがどうしたって。今から1週間ほど前、あんたの秘書に電話をかけている。そうか。だが私の耳には届いておらん。要件はわからんが、どうせくだらん陳情か何かだろう。私には報告するまでもないと思ったのではないかな。詳しいことは秘書に聞いてくれ。私は何も知らん。一体何度言えば気が済むんだ。私はそんな奴のことは知らん。顔も見たことはない。伊達、これを。やっぱり嘘か。まあ、見るまでもなく分かっていたが。だが、どうして瀬島は嘘を。イリスは殺されたわけでも何でもないのに。イリスとの間には知られたくない秘密がある。そういうことか。さあ、もう十分だろう。私は忙しいんだ。これで失礼するよ。ああ、正直に言うと、私はお前のことが嫌いなんだ。顔も見たくないと思っている。だからもう二度と私の前に姿を現さないでくれ。お互いのためだ。いいね。くそ、あの野郎。伊達、血圧の上昇値が半端ない。このままではぽっくりいってしまうレベルだ。とにかく落ち着いてくれ。我々には他にもやらなければならないことが。分かってんだよ。そん、レンちゃんのことね。せっかく来てもらって悪いんだけど。そうか。なんかこうしてると落ち着くのよね。なんで落ち着くんだ。俺に聞かないでくれ。ああ、知ってるのか。裏社会では有名な殺し屋だった。と言っても噂程度のことしか知らないけど。どんな噂が。成功率 100% で決して証拠は残さない。とにかく殺しの腕にかけては一流だったみたいな。あったこと。あるわけないじゃない。だから顔も知らないし、どんな人物なのか。他に情報は。熊倉組とつながりがあったとかなかったとか。また熊倉組か。私が知ってるのはそれだけよ。レンちゃんと熊倉組につながりがあるのは知ってるわよね。ああ、知ってる。この店であいつ本人の口から聞いたんだ。レムニスのタレントのスキャンダル、そのもみ消しなんかを依頼してるとか。今はな、あいつがレムニスの社長になってからだそうだ。
だがそれよりももっと前、沖浦が高校生だった頃からあいつと熊倉組には関係が。伊達、君は殺された死体って見たことあるかい？君は警視庁の人間だ。所属までは聞いちゃいないが、交通課ってことはないだろう。だとしたら、お前はどうなんだ？僕かい？僕は、まあ、あるよ。それも一体や二体じゃない。数えきれないほどの死体を。高校生の頃、ちょっとヤバいバイトをしててね。暴力団の熊倉組って知ってるかな？そこの連中がやってたオレオレ詐欺の受け子をしてたんだ。指定された場所まで行って相手から金を受け取り、組織の奴らに渡す。誰でもできる簡単なお仕事さ。それを続けてるうちに幹部の連中とも親しくなって、やがて大きな山にも連れて行かれるようになったんだ。その山っていうのは？ターゲットは身寄りのない地方の老人、広大な山林を所有しているじいさんやばあさんたちだ。彼らは日常的に寂しさの中で暮らしている。ちょっと甘い言葉をかければコロッと騙されてしまうんだよ。組織の連中はそうして老人たちに近づき、その後折を見て彼らに大量の酒を飲ませて泥酔させ、するといとも簡単にあっけなく彼らは死ぬ。脳梗塞や心筋梗塞を起こすか、意識を失って溺死してしまうんだ。大抵の場合、警察はまともに調べようとはしない。病死または事故死として簡略的に処理される。隠して養子となった組の関係者は広大な土地を、それを売却することで組に多額の収入がもたらされるという仕組みだ。僕はそうして殺されていった老人たちをたくさん見てきた。その犯罪を明るみにしようとしたジャーナリストや、だから僕は、なんでこんなことを話してしまったんだろう。僕の
お前は直接。ああ、僕はただ見張りをしてただけだ。でも、今のところ他にお役に立てない。いや、夜になったら一人ね、レンちゃんと親しいお客さんがいるんだけど、その人が今夜来ることになってるから。彼に聞けばもしかしたら何かわかる。今夜だな。え？